素晴らしい成績でまた当選、4度目の当選をされて、選挙も強いし、政策のことも詳しいし、声も小さくないし、声も大きいし、まあ本当にこれからさらに大きな活躍をされていくんだろうというふうに思っているところであります。でこの夏に間に合わせるんだということで、横浜では市役所ももうすぐ出来上がって6月から稼働開始ということだと思いますし、まあ、駅ビルも新しく出来上がるんですけど、やっぱり大切なのはこのポストオリバーということなんじゃないかと思います。これをやっぱりこの大きな仕事をしていただけるのは関先生なんじゃないかというふうに思います。今のいろんな議論はあると思いますけど、その議論をぜひ前に進めていく、そうしたお仕事もしてくださると思います。どうかこの1年間も関先生の大きな活躍を皆さんで期待したいと思います。どうぞよろしくお願いします。